西村のりゆみさんと石井和久さんです。すいません、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、西村です。今日はですね、みんなと野球ができると思って楽しみにやってきました。短い時間ですけれども、本当ね、野球は本当楽しいんだというものをこの短い時間の中で感じ取ってもらえればと思ってます。よろしくお願いします。今日ですね、仕事でやってきました。皆さんと何かこう一つ勉強になるようなことを言いたいと思います。よろしくお願いします。反応させていただいて、これなかなかね、チームする時に、まあ、左でも右でも関係ないけど、足を上げるでしょ。足を上げた時に普通に止まってられる状態、足を上げた時に少し前にこう行っちゃったりとか、後ろにヨタヨタしたりとかってしっかり立てること。まずね、ピッチャーってね、こう、まあ、振りかぶっても何でもいいけど、足を上げた瞬間に大体も決まってるの。もう足をいつも足を同じタイミングで上げることが、同じフォームで投げることができることね。村上さん、どうしたんですか。僕ちょっと左上だけ。あ、ごめん。5球ずつでいきましょう。ナイスバッティング、OK。 はい、いいよ、軽くね、軽くと、はい、村上さんのところ飛んでいきますね、やっぱり。朝だから、朝からかって、朝からかって、朝からかって、これがですね、朝からかって、ボス、ボス、ボス、OK、 ママ、OK、 ボス、ボス、当てに行って、当てに。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。今から負けると思って勝負するやついるか。よし、頑張ろう、今から。なんだてめえ。あれ、タイムありました。監督が、新馬さん、監督が出るのかな。ベンチヒッターって言ってますね。安村さん、ベンチヒッター。ちょっと待ってください。これ花沢テレビとか皆さん、これもいますから。これちょっと脱いでませんか。大丈夫ですか。安心してください、履いてます。履いてましたね。よかった、大丈夫ですか。道行ったんですけれども。行きますね。これで行くんですか。はい、デッドボールだけを貸してみます。お願いしますね。履いてたんだ、よかった。特別ルールで道行った。トリー、ナイストレイ。
こっち側だと見えるんですけど、ピッチャー側からだと履いてないっていう作戦もできますからね、これね。履いてないですね、これ今。ピッチャー側からだと。なりますか？入ってたよかった。ただこの距離しんどいです。30メートル以上ダッシュさせてやめてください。